土星の衛星。本校では土星の衛星について述べる。2009年10月までに土星には64個の衛星、うち3個は不確実、及び12本の玉木、不確実と6本の隙間が発見されており、2009年5月までに衛星のうち53個が命名されている。土星の衛星は地上観測により19世紀までに9個が、 発見されていたが、その他の多くの衛星が発見されたのはごく最近である。なお、1861年にヘルマン・ゴルトシュミットが、キロンを1905年にウィリアム・ヘンリー・ピッカリングが、テミスを発見したと報告したが、どちらもそれ以降観測されることはなく、幻の衛星となった。内側の衛星群は、ギリシア神話のテーターン。 巨神族やギガース、巨人族にちなんで命名されている。外側の衛星群では、逆行しているものは、北欧神話、離心率の大きなものは、カリア人の神話、それ以外は、イヌイットの神話にちなんだ命名がされている。一部、境界が曖昧な点があるが、土星の衛星は八群に分けることができる。羊界衛星は、土星の間の周囲、または、 感激の中を周回し、その重力によって、土星の艦の内外縁や感激、空撃を維持しているものと考えられている。この軍には、パン、ラフニス、アトラス、プロメテウス、パンドラが属する。S-2004S3、S-2004S4、S-2004S6 S は衛星破壊艦の一部か現在、調査中であり、確定済み衛星数には含まれていない。 ヤヌスとエピメテウスは共有軌道衛星である。両者ともほぼ同じ衛星の直径を持ち、数キロメートルしか差のない軌道を交転している。公転周期の差により、両者の衛星の距離は次第に近づいていくが、衝突はせずにある位置関係で、引力の相互作用により、約4年ごとに互いの軌道を交換する。詳細は、エピメテウスの項目を参照。 内側の大衛星群は、E 間の内側に軌道を持つ。この群には、ミマス、エンケラドゥス、テティス、ディオネが属する。内大衛星群の中にある、小衛星のグループ、アイアイオン、メトネ、アンテ、パレネの4個が発見されている。トロや衛星はもう一種の共有軌道である。戦術の共有軌道と、同じく土星系特有であり、2009年現在、 他の惑星系の衛星には同様の衛星軌道は見つかっていない。小惑星のトロヤ群と同じように、テティスには、テレストとカリプソが、ディオネには、ヘレネとポリデウケスが拡大衛星の前後に60度離れたラグランジュ点にそれぞれ一つずつ存在し、土星を周回している。土星の最大級の衛星は、イーカンの外側を周回し、 別個の衛星群として考えることができる。この群には、レア、タイタン、ヒペリオン、他と比較すると少々小さく、時点や形状がかなり不規則である、イアペプスが属する。内軌道の5群の正規衛星と比較し、外軌道の3群は全て軌道が特殊である。小惑星や太陽系外縁天体等の土星系外の天体が捕獲されたとの説もある。渦は、 土星の不規則衛星の軌道をグラフに表したものである。Y 軸に軌道の傾斜角を単位度で表す。グラフの上部が巡航、下部が逆行衛星である。X 軸は土星からの距離を表し、土星の昼球、土星重力圏の範囲、直径 65GM 以内を示す。各衛星の線は、近度点距離、遠度点距離を結んだもので、 線の長さがおおむね離心率を表す。名称の確定している衛星は黄色、仮名称の衛星は白、2005年以降に発表された衛星は灰色で示す。イヌイット軍は巡航軌道を持ち、各軌道要素が十分類似している。定義心率、高、40から50度軌道傾斜各衛星からなる群れである。この軍には、厳く、いじらく、 パーリアク、シャルナク、タルクエクが属する。北欧軍は土星の外周部を交点する逆行軌道を持つ衛星軍である。この軍には、フェーベ、グレープ、ヤールンサクサ、ムンディルファリ、スットゥングル、ハピ、スリムル、エニル、フェンリル、ツルト、ユミル、ロゲ、フォルニョート。他にカリフ号の衛星として S-2004S-13、S-2004S-17、 S2004S12、S2004S7 S などがある。他に、後日のスカジ軍、ナルビ軍を含む。スカジ軍とナルビ軍は単独の軍ではなく、北欧軍の中にある比較的軌道傾斜角の大きい衛星軍、副軍である。2006年の新発見の衛星を合わせて、軌道要素ごとに比較しても、特に軌道傾斜角において差が大きいようである。スカジ軍には、 スカジ、スコル、ヒュロッキン、S-2006S1、ベルゲルミル、ファールバウティ、S-2006S3、カーリが属する。ナルビ軍は他の逆光衛星と比較しても傾斜角が大きく、王道面から140度程度、土星の赤道面から110度程度、スカジ軍とは別に扱われている。ナルビ、ベストラが属する。ガリアは軌道を持ち、 各軌道要素が十分類似している、氷振率、中、35度軌道傾斜各4つの衛星からなる、群れである。この群には、アルビオリックス、ベビン、エディアポ、タルボスが属する。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。